英語言ったら即ピアス昼飯。あー、マジマジマジ。どうもじゃないと、のせと、もちです。はい、今回は英語禁止シリーズでございます。はい。英語言ったら即ピアスということで。はい。おい、おい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 、待て待て待て。どうした？ピアスは怖いです。間違いない。仕切ってるだけ。俺はね、この名称がね、人気になるべく。はい、要素として大事なものが一個欠けてると思ってて、なんすか？君たちの美意識。まあ確かにね。まあ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 。悪くないよ。けどさ、イケてる兄ちゃん感が足りないというか。確かにね。そう。まあ普通なパンピーだよね。なんでダメだった今。イケてる兄ちゃんの特徴といえばピアスかなと思って。はい、まあね。今回は君たちどっちかにピアス開けてもらいたいんですよ。嫌です。嫌です。いや嫌だよ。終わりでーす。まあ日本語しか言わねえけどね。そう。一人だけ？一人だけ。はい。そう。で今回は、はい。まあただトークしてもちょっと盛り上がんないかなと思ったんで、はい。今回は昼飯食いながら、はい。やっていこうと思います。はい。はい。マックです今回は。うわ。今回3回英語言ったら即ピアスです。うわー。まあなるほどね。即性ね。一発ちょっと重すぎるなと思った。確かにね。確かに。3回言ったら即ピアスにしましょう。うわー。ピアスさんも用意してあるんで。うわー。無理してる。というわけで今回は英語言ったら即ピアス昼飯です。やっていきましょう。はい、はい、英語言ったら即ピアス昼飯用意開始。あーあー、でも普通にね昼飯は食うんで。うわー。はい、まずおお、これ俺です。おーい。はい、豚肉、野菜、発酵食品、ハサミ。あ、でもこれは日本語じゃない？え、どうなんでしょう。日本語表記や。あ、これは照り焼き。うん。あー怖い。え、これは少ない。これは一番大きいサイズ。おー、あ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 、ダメなんだよ、俺が英語言っちゃ。本来の趣旨、こいつらでピアス開けることなのに。危な。俺、あって言っちゃうのやめよ。L とかに囚われすぎてて。いや、そうそうそう。言って、うん、言った後はフリーで、うん。次開始って言われたら開始。あ、じゃあ、レイが開始って言って。開始。いや、うん。で、ハルキはこれ。そう、俺は一番大きい、形。形はい。乾杯。乾杯。あーうまい、ね、普通に昼飯だから。うん、楽しく美味しい。あ、普段言わないだろお前そんなこと。言わない。なんでこれ、お前も声小さい。これ何これ。これ何これ。ねこれ、うん、これはこれ何ですか。わかんない俺これ。えとりあえずうまい、つけとけば間違いないやつ。英語言えないからってさ、うん、話が面白くなくなるのやめよ。それな。いや、そうなんだよね。ぎこちなすぎるね、うん、もっとしゃ普通に喋っていい、うん、何話せばいいかね。これは、レイが悪い。サポートして。おーおーおーおいおいおまんしゃー、やったわ。スタート。スッと、ん、スッと。スッと怖っ。メイン。え？これアウトでしょ。いや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 。なんで言った？今言っていい。麺。麺。麺ならセーフ。麺。いや絶対違う。いやいや麺麺。じゃあ何言おうとしたの？え？麺食いてえなって。いや絶対嘘。いや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 。麺って何？じゃ逆に何だと思うの？はい、言っていい。いやそれはちょっと。言ったらアウトになるけど言ってもいい。レイが判定員。ちゃんと聞いて。麺、麺食いたい。麺食いたいわけないやん。じゃあ、主役いただきます。うん、うまいのよ、これが主役。ん、主役って何。んって言うのよ。それ何。これは、ゴマのついた小麦に人工肉と、なんか伸びるやつが挟まった麦。声が小さすぎる。考えるのやめような。思ったこと言おう。うん。うん。思ったこと言って。マック。え？え？え？は？は？は？言った今。逆になんか。あれなんか聞
こえたけど追いついてない思考がアウト。おーい、え、いやね、ちょっと1対1対1になって本当に緊張感味わいたかった。正直おもんななんでえ、だって正直ここでさ、俺がこうあっ、うってやってても面白くないじゃん。緊張感だからといってさ、なんかマックの一言でミスんのはちょっとなんかさ、うん、言いません、もう英語一生言いません。言ったな、じゃあ次言ったらピアスな。なんで一生言わないんでしょ。ダメだよ。嘘だもん。スタート。もう楽しく食事しようよ。主役食べ終わりました。はい、ややばいじゃん、これ食べ終わったら上がり。え、そんなん早食いやん。で、もうちょいあれで俺らが円滑に会話が進むように英語使って入れてきていいよ。 OK、 I have gift for you。 なる、危ないわ。いやんって言いそうになったわ今。アウト。あーうっー、やばい、マジでやばい。いやアウト、嬉しい。アウト言っちゃうな俺。これ嬉しい。これよ、この緊張感。やべ、あと1回でピアスだよ。左耳に穴開くよ。え、ガチでやばい。マジで。らん、うるさお前。人の不幸大好きなんじゃ。いきなりでしょ。嫌いになる。あ、おい、ごめん。ごめん。すみ。スタート。あ、よっしゃ。マジで人の不幸好きだなこいつ。なんか俺悪い人になってない最近。うん。うん。そんな真顔で言わないで。だってさっきまでさ、うん、開始の瞬間、うんうんとかだったのにさ、のせが2回目行ったタイミングの開始の時、よっしゃーだったやっぱり。スタート。あ、よっしゃ。だって回避できるんだよ、ワンチャン。ん、回避できるんだよ。いや、ワンチャン。お、あアウト。今のやったー。ナイス、ナイス気づき。こんな気づいちゃったのがやばい。自分で気づいちゃったのがやばいな。俺マジで気づかなかった。あ、今2-2-1。これだ、これなんだよな、この緊張感。マジでこれでだってピアスなんでしょ、負けたら。やばいよ、本当に嫌なんだけど。穴が開きます、人に。スタート。ほら、やっぱり女性だけの時は、うん、よっしゃーだったのに、自分が食らったらニョッになって。黙れ。黙れ。黙れ、間違くない。まあ、顔って言いたいけど俺は逆かな。金なの。俺は性格の悪さとかも、うん、自分の性格的に、うん、その人の悪いところとかをあんまり、うん、あのうん、何これ普通ですからね、普段からこういう感じ。確かにたまらないのよあんまり。前は向けよ。負荷がそんなたまらない。うん、そうだと思ってるから自分は。うん。じゃあマジで金欲しい人じゃん。中身も顔も良くないけど、うん、金だけ持ってるやつをさ、うん、だって絶対に好きにならないじゃん。うん、けど確定なのそれは。絶対に。いや、なれるじゃあ。いや、まあなれ。いいとこ金しかないんだよ今のところ。まあね。それつまり金持ってるそいつが好きじゃん。うん、金が好きだ。いや、まあ、この二人はその女の子のことを好きになろうとしてる、うん、お前は金を好きになってる。え、でも金なんだ。生活を考えたら逆に何するのこれから。売るのそいつを。いや、別に俺らが稼げばよくね。え、それありか。そりゃそうか。一応そりゃ俺らが稼げなかったら迷うけど、うん、まあ、稼ぐのありだ、だとしても半々ぐらい。正直。なんだろう。いや、ちょっとわかる。マジか。金が、そんな大金が目の前にあって、あるとなっちゃう。ちなみに俺は、あと、飲み物だけです。俺も。これ全部。遅いよ、俺。あ、違う。あ、違うわ。ポテトだけ、なくなった。え？あー！やったー！やったー！やったー。あー、やばい。さっそダメだ。やったー。うわ、うわ、嬉しい。うわ、やったー。あー、ゾクゾクしたー。何がマックだよー。何が1回目のマックだよー。そうじゃん、そうじゃん。自らなんか余裕ぶっこいたー。余裕ぶっこいてマック絶対勝てると思ったー。あー、もう怖っ。ズレんのが一番ダサいから、マジで。うわー、終わった。
うわっ、いきまーす。おーこんくらいだから、じゃあ覚悟決めろって。やめろよそういうこと言うの。いきます。3、待って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 、ほんとビビりすぎだな。長い長い長い、いこう。よし、いきます。10、あ、10やばい、10はやばいって。ボン、びっくりしたお前かい。いやすごいやばい、いこう。オッケー、マジでやろう、もうやろう、もうもうやろう、もうやろう、もう長いわ。いきます。3、2、1。いってる、いて、うん、いた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 、後ろのあれが出てこない。あ、来た、オッケー、あ、取れた。うぇー、開きました。うぇー、開いてる今。もうバッチリ開いてる、後ろもちゃんと貫通してます。してます、はい。うわー、おー、すげー、こんな感じなんだ。うん、実際どうすか。実際どうって、その見栄え的には全然いい。全然いい、お世辞抜きでいい、全然、うん、てかもうなんか元からついてたなってぐらい。ほんとにお前マジでしっかりきてるガチでやばいよ。いや悪くないな。いや